人間としては超負けてますから、人間としてやっぱりおかしいよっていう話で、ちょっと無神経にも程があるではないかなというふうに思いました。はい、こんにちは、くるみアロマです。はい、またね、明けおめでまたこんなニュースが流れております。はい、超人気 YouTuber が日本の自殺名所で死体を発見、その動画を投稿し大問題にということで炎上したということなんです。まあこれひどい話ですよね。人気の海外のね YouTuber の方が、ローガン・ポールさんっていう方が1527万人もねチャンネル登録者、いるんですけれども、自殺の名所に、行ってそこで自殺した遺体を発見して、動画を撮影するんですけども、無神経にね死体を前にして笑ったりもしてたということなんですね。これはねちょっと私も聞いてびっくりしました。本当にこれが本当1527万人チャンネル登録者持ってる人なのっていう、人間としてどうなのみたいな感じに思いますね。 YouTuber って本当にそのやっていいことと悪いことの線引きをちゃんとしてない人がちょっと多いようなんですよね。もう再生回数取れれば勝ちだみたいな。それってでもじゃあもしかしたら再生回数とかチャンネル登録者では勝ってるかもしれないけど、人間としては超負けてますからね。もうそんなことしていいことではないし、人間としてやっぱりおかしいよっていう話で、誰もが聞いて思うことですから、これはやっぱり本当にあってはならないなっていうふうに思います。特にこの海外の方、日本に来て、そして日本の自殺名所で撮ってるっていうことなんで、やっぱりちょっと無神経にも程があるではないかなというふうに思いました。はい、やっぱり YouTuber って、そういう人すごく多いんですよ。再生回数取れれば、おでんツンツンもそうです、白い粉の事件もそうですし、本当犯罪とかそこの部分がギリギリのライン、グレーゾーンを狙ってる人が多いと思うんですけど、やっぱりそこって人間としてそのやっていけない場所には本当立ち入ってほしくないっていうのが、私も YouTuber としてね、同じ YouTuber として思いました。はい、ということで、YouTuber の方は今後ね、これから何かしようとかって思ってる方は、そこら辺をしっかり気をつけて取り組んでほしいなと思いました。はい、それでは今回のニュースとさせていただきました。